高いです。でそれは将来的にレシピが可能と話をしたいんですけど、レシピっていうと料理の話になりますね。1から10までレシピ通り作っていくと、作りたい料理と同じようになったものができてくる。植物工場もプロの農家の人がレシピ化したもの、彼の部屋は雨の日あると思うんだけど、植物工場と同じ光の量、同じ肥料、同じ水の量っていうその数値さえ取れてしまえば、一定の条件下で運用可能になるっていうのをこの本で思ったので、植物工場作られるものって農薬ないわけですよ。で余計な細菌も持ち運ばないように徹底管理されている。だから将来的に一番効率のいい農家になるんじゃないかなと思うので、考えてみましょうね。それでは。